皆さんこんにちは、田中恵美です。今日紹介するカップ麺は東洋水産マルちゃんクッタクリームカレーチーズ味です。ラードの香ばしい風味がするしっかり食感の麺に、濃厚でクリーミーなチーズ風味のまろやかカレー味スープ。マルちゃんクッタはしっかりとした食べ応えがあり、食べた人にはぁクッタとほっと一息ついて前向きな気持ちになってもらいたいをコンセプトにした縦型カップ麺です。今日紹介するマルちゃんクッタクリームカレーチーズ味は、カレーのスパイス感とクリーミーな甘さのバランスが絶妙なスープに、チーズ味のコクが相まって後を引く味わいです。おにぎりやご飯に合うのはもちろん、パンとの相性も良いため、パッケージでもパンに合うとアピールしてあります。商品特徴、麺つやもち製法により、滑らかで弾力のあるスープによく絡む麺、ラードを使用した油で揚げ香ばしい風味をつけました。スープ、ビーフや玉ねぎの旨味と甘みをベースにした濃厚でクリーミーなまろやかカレー味スープ。具材、チーズ加工品、味付け豚肉、玉ねぎ、粗挽き唐辛子、パセリ。食べてみた感想、スープはとろりと濃厚なカレー味スープ、底の方に固まっているのでよくかき混ぜてから召し上がってくださいね。麺はもっちりとした弾力のある中太麺、カレー味のスープがよく絡んで美味しいです。具材は味付けひき肉、人参など小さめですが味のアクセントを加えています。全体的にはクリーミー濃厚カレー味にまとまっていますが、辛さはなく無理なくすすれる美味しい一杯です。パンにももちろん合いそうですが、おにぎりやスイーツにも合いそうですね。皆さんもいろいろな組み合わせで召し上がってみてください。ラードの香ばしい風味がするしっかり食感の麺に、濃厚でクリーミーなチーズ風味のまろやかカレー味スープ。本日は東洋水産マルちゃんクッタクリームカレーチーズ味を紹介しました。田中エミリでした。